はい、どうも皆さん、おはようございます。酒マニアと爬虫類マニアのユッキーです。今回は、数年前に、3年前ぐらいに、こちら、マムシの酒を、購入したんですが、落としてしまって割れてしまって大変なことになってしまったということで、今回はそれのリベンジをしようということで、こちらのマムシ漬けの、メイリね、これにやっぱり焼酎ですよ。前は、2年前にあのスピリタスで漬けた、マムシがありますが、やはりマムシ漬けのメイリで焼酎で作りたかったので、今回はまたリベンジということで、やっていきたいと思います。こちらが、原材料が、アルコールで、アルコール度数が 47% で、容量が 1.8 リッター。こちらが、水戸市の、会社のメイリ種類株式会社となっております。値段が確か2000円超えますね。まあ、うん。仕方ないっすね。で、こちら、マムシくん。以前の2年前の動画、スピリタスのつける動画が非常に好評だったので、今回は、以前のちっちゃいマムシより、でかいマムシを用意しました。はい。そして、皆さんよくコメントであったんですが、マムシは、飼育するのは違法です。ね。で、あなた、違法なのになんで、飼ってるんですかみたいな。こちらはね、大体ね、1ヶ月以上、大体2ヶ月ぐらいですかね。水だけで、生かして、キャップはしっかり閉めてです。で、穴が、ここに、まあ、いくつかバーバーバーとあるんですけど、キリで開いた穴がね、あるんですけど。ね。このようにして、完全に、逃げる恐れのないように管理する分には、全くもって違法ではございません。まあ、そちらは、法律の方、まあ、まあ、ググればわかると思いますんで。あともう一つ。皆さん、コメントで、スピリタス漬けの動画で、やけに、好評だったのが、パンツという、パンツわらわらみたいな、のがありましたんで、今日は、僕は、マジで、あれ、今日医者行ってくるの、最近マジで本当にやべえんだって。やべってほどやばくもないんだけどさ。風邪ですね。熱はそんなないんですけど。ね、陽明酒くん飲みましょう。でもね、この陽明酒ね、本当にね、俺、本当に言うんですけど、陽明酒は、俺、冷え性、万年冷え性なんですけど、新潟に住んでてね。住んでた頃から。ね。陽明酒絶対おすすめです、カンピー。うめえ。これ普通にうめえんすよ、実は。で、今部屋の中で、ね、寒いじゃないですか。で、まあ、熱っぽいんで、まあ、このような、まあ、まあ、頭がこうなってるわけで、ね。まあ、なので、まあ、余計寒いんですよ、外出ると。で、これダイソーで300円で買ったんですけどね、これね。見てくれだけですね。うん。まあ、この髪の、人だったら、まあ、そこそこ、まあ、マシなのかもわかんないんですけど。ドラゴンクエストウォークをやってると、本当に寒くて。
冷え性の方は本当にこの、あの、陽明酒は本当にいいです。で、イエガーマイスターって言われてる人いるんですけども、あの、イエガーマイスターはそもそも原料自体が、未公開なので、あの、何が入っててわからないんです。つまり企業秘密ってやつです。なので、こちらはしっかりね、明記されております。陽明酒。ね、ここも、第2類医薬品、薬用酒。ね。こちらの宣伝もしておきましょう。こちらが、製造販売元が陽明酒株式会社。違う。陽明酒酒造株式会社。長野県の会社です。あ、これ長野県にあるんだな。あの、これ絶対おすすめです、マジで。と、話がちょっとそれましたが。ま、あの、ね、まあ、パンツの一件ですよ。で、俺は、仕方あるまい。仕方あるまい。あ、腰の完売が。腰の完売最近買ったんすよ。久々にね。これ後で飲みましょう。マジで。あの、寒気と、咳と、痰と、まあ、最近あの、台風あったじゃないですか。台風。寒っ。寒い。これがいいのかね、君たちは。何まだ足りない？しょうがないにゃー。わかってるよ、お前らの言いたいことは。ここで脱ぎましょう。今パンツを脱ぎましょう。パンツを脱ぎまして。見せられないんで、100%。反射して映ったら確実に合う。しょうがないにゃ。生着替えしてやんよ。くそったれ。よいしょ。これがいいんだろ。この赤パンがいいんだろ、赤パンが、お前らは。なあ。お前ら赤パンがいいんだろ。わかってるよ。わかってるよ。に入る。早速つけていこうじゃないか。すまん、まぶしくん。俺もあの、蛇が大好きなんですけど、あの、去年の、あの、東京で開催されたムツゴロウさんが出演っていうか、あの、出たあの、レプタイルズワールドっていうね、ところにも行った爬虫類が好きだったんで、行ったんですけども、まあ、ぶっちゃけた話、ひどいことが起きまして、もうあれ以来も行きたくないです。まあ、いいや。まあ、爬虫類が好きな人だったらね、当然ヘビだって飼いたいじゃないですか。ね、まあ、マムシは飼うのには、あの、ちなみに許可がいるんで、確実に不可能です。いや、まあ、不可能ではないんですけどね。うん、まあ、いいや。ということで、開けていきます、マムシ、の、メイリさん。これちゃんと、あ、まあ、こうか。最近のやつはこういう、あの、一生瓶こういう風になってるんですよ。最近変わったんですね。確か。で、移動方法は、まずこの先を移動しなきゃいけない。この中に入れたいんですよ、僕は。やっぱり。ね、この瓶の色。これは、あの、光から守ってくれます。直射日光もそうだし、そうですし、あと、赤外線のライト、そこら辺の LED のでも、ね、守ってくれますんで。俺、酒マニアですから、ね、そこら辺はしっかりしたい。
で用意したのが、もう一本のペットボトル。ね。そして、ここで重要なのが、スーパー重要なのが、ジョーゴくんです。ジョーゴはしっかり洗いましょう。そうですね。一ヶ月以上、まあ寝かせたんですが、まあ寝かせたっていうか水だけでね、まあ生かしといたんですが、こちら、副産物として、はい、脱皮です。はい。でございます。だいたい一ヶ月から二ヶ月ぐらいですね。まあ、水だけで生活させて、で、まあ、水がもう濁んなくなったら、入れますね。で、俺ちょっと飲みたいんで、残しておきます、ちょっとだけ。こんなの飲むの機会あんまないですから、マジで。どんな味かちょっと。酒マニアとしては、特に焼酎が好きなんで、香類。まあ、これの場合、名目上はスピリッツとなってますが、まあ、焼酎の香類の、4リッターのでかいボトルの、大五郎とかの、あれの、まあ、度数を上げたものと考えるのが、まあ、普通でしょうね。まあ、サトウキビ糖蜜ですね。原料は。おそらく。十中八九。よいしょ。ちょっと飲ましてくれよ。完璧。うわ。あとですね、マムシのスピリタス漬けですが、1年以上経っても、未だに変色がありません。おそらく、俺の推察ですが、ウォッカではダメなんではないかという、俺の推測です。では、マムシ君。いいか、しくるなよ。しくったら、逃げたらお前あれだぞ。お、怖え、マジで怖え、マジ怖え。こうやって、ちょっと待って。こうするから。いいか、こうするから、いいか、見てろよ。これね、手が触れてるのはね、これね、風だからです。こうします。で、まあ、こうするんですよ。でですね、なるだけ、こうやってバーっと。あ、これ、全然見えてねえわ。まあ、ぶっちゃけた話、こうするんです。こう。マムシはなぜか上に行く習性があります。ね。上に行く習性があるんです。その習性を利用して、さらにあと暗いところに隠れる習性がある。ので、このようにして、噛まれたままシャレにならない。で、あと水攻めにするっていう方法もあります。水攻め。おっと。ここまた、ぐだるぞ、これ。これ、ぐだんぞ、これ。身の危険を感じさせる、こうやって。ダメだ。こっち来るなったから。こ
こっちじゃないんだ。マムシくん。頼む、来てくれ。俺の。俺、医者行きたいんだ、早く。カッコンともらいに行かなきゃいけねえの、俺。マジで。お、いいぞ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 。そう、そのまま。そのまま、おいし、いいぞ。来い。見て、映ってるかな、これな。いいぞ。出た。この後です。いいぞ。よし。しかも、上後で、ここを、これをくぐれないような細さの上後を、用意しまして。ね。先ほどの、こちら、焼酎を入れていきましょう。これ、重要だから、マジで。大して明るくねえ。よし、いきます。そして、マムシ君の、体積分、確実に、こちらの方が、満タンになるので、100%。で、あとな、あと質問で、内臓とか、取ったり、あと、その、口から、酒入れて、で、絞り出さないと、臭くて飲めたもんじゃないって、コメントがあったんですが、あれははっきり言って愚問ですね。じゃあ、あなた、ね、臭くないマムシ酒飲みたいんですか？何の風味もない無風味の酒飲みたいんですか？マムシ酒を。はい、こうなりました。はい、完全に、はい、埋まりました。今、完璧にここ、もう満タンです。今溢れてます。マムシ君の顔ですね、これ。顎です。お。で、ここで毒を吐くんです。原理は知りませんが。なんでかは知りません。で、これを、最低でも、1年間寝かせなければ、いけないんです。毒が無毒化されないんで。蛇の、マムシとかハブ種。まあよくあると思うんですが。それは、まさにその味というのは、無毒化された毒。マムシの毒は、出血毒。というやつで。まあ、簡単に言えば、血液が凝固しなくなる。ということですね。で、なんだったっけな。前、中国のニュースで、何ヶ月か、蛇入れといたら、3ヶ月ぐらいで、入れといたら、まだ死んでなかったとかっていう、クソみたいなデマです、あれ。どう見ても。3ヶ月ね、酒の中入れてね、息しててね、死んでないわけないです。はっきり言って。嘘です。今、口だいぶ開けましたね、これ。クパーっと開けましたね。クパーっと。
うさぎ。まあ、あと、マムシは、口から呼吸しないですよね。確か。カブトムシみたいに、お腹の横とか、あそこら辺から確か、鬼門があるはずです。あ、空気吐けましたね、今。あ、吐きました。もう一回吐きました。はい。今、ボコボコって言いました。ちょっと空気の部分残ってんな。今吐いたことによって、だいぶ空気の部分空きましたね。今、ペロペロ、舐めてますね、この人ちゃう。しょうがない。先ほどのキャップと、キャップで栓をします。いっせーので、まあ、これで、間違いありません。この、上部に毒がついている可能性が非常に高いので、取り扱いは非常に、注意してください。相当注意してください。まあ一応ヤマカガシよりは弱いですが、ちょっと空いてますね、やっぱね。これ息してんぞ、これ普通。普通にこれ開いてんだよな、これな、おい。これほら。ほら、ここの部分。ここが境ですね、空気の。これ、普通にこれ息してますね、この子。あ、口から息するんだったっけ？ね。ふぅ。ラッパ飲みするわ。完璧。ね、これ自体、なんか、香類焼酎じゃないですね、これね。普通に臭いです。あれ？これ、臭いな、普通に。普通に臭いな、これ。これ自体が臭いぞ。それなの？それがあれなのか？いや、でも、スピリタスで漬けた時も、臭いんですよ、当然。マムシの臭さというか。ちょっとマジでこれあれだな。怖え、マジで怖え。ちょっと待って。マジ怖い。待って。もう一回。もう一回チャレンジ。もう一回満タン近くまで入れる。ちなみにノーカット、ノー編集。無編集、無修正です。俺基本的にそういうあれなんで。無編集、無修正です。ちなみに、こちらマムシくんは、あ、このマムシの動画ね、今の、あなたが今見ている動画、これが、前回のスピリタスの、マムシ漬け、動画は。惜しい。ギリギリ10万再生いってないんですよ。はい。で、こちらの動画が、10万再生いったら、またしても、マムシで、マムシかける酒で何かをしましょう。何とは言いませんが。神に誓いましょう。何かをすると。
ちょっと空気入ってますね、やっぱね。もしかしたら生放送でやるかもしれません。生放送しながら。なので、チャンネル登録。そして、高評価ボタン。あんまりこういうこと言いたくないんですけどね。うん。なんかこう。なんか自分で言っててこう恥ずかしくならないですか？チャンネル登録、グッドボタン。ね。恥ずかしいんですよね。これは。オーバーだ、多分大丈夫。ふた。もうちょっとギリギリまで入れるか。もうちょっと。ギリギリまで。本当にギリギリまで。これぐらいまで入れて。で、これを抜いて、ポテッと。あ、落ちました落ちた。まさに落ちた。これが落ちたです。落ちたかける落ちた。ね。気を失うのを落ちたって言うじゃないですか。まさにそれプラス、重力的に落ちた。はい。ということは、この、体内には空気が入ってないということです。うん。酒の、密度よりも、こちらの方が高くなった。これくせえな、マジで。あ、くっさ！マジ臭い！うわ！うわ！これくっさ！うわ！くっさ！これまずい！これ普通にまずい！これストレートで飲んで普通にまずい！くっさ！まずこれ。まず。でもスピリタス、使っても、同じような味しますよ。うん。事実。ただ色が変色ないだけで。うん。マムシくんが、とうとう。あ、また空気出しました、今。ボコボコって。見える。あ、見えないか。ん？どこが映ってんだ、今。これが顔か？あ、口開けましたね。クッパーしましたね、クッパー。クッパーして、クッパーした。ちなみにマムシは、かば焼き？照り焼き？違う、串焼き？とかでも食べられている、そうです。まあ、まあ、群馬とか、そういった類のところだと、まあ、かなり、郷土料理というんでしょうかね。うん。まあ、多分これ、毒入ってんだろうな。若干なんかこう、もやっとしたものが出てるような気がしないでもないんですが。マムシ君。五輪中です。くっさ！くっさ、まず、これ。まず。うわ、まず！うわ、ほんとにまず、これ。これ、香類焼酎じゃねえな、これ、絶対。砂糖きび糖蜜じゃねえな。原料。こんな匂いしないですよ。お、パンダくんが動き出しましたね。腰を振り始めましたね、この人。この人たち。急に。急に腰を振り出しましたね、この人たち。これダイソーで買ったんですけどね。
最近 YouTube でと、YouTube でなんか知らないけど、いきなり生放送中に、著作権に、がなんか侵害さ、なんかされたとかなんとか意味不明なあの、供述が出てですね、表示が出てですね、なんかストリーミング配信がいきなり途切れたりするっていう、わけのわからない。何の著作権だよって話なんですよ。で、しかも具体的に著作権については一切言ってこないっていうね。主語がないんですよ。何の著作権なのかわかんないんですけどね。だから主語がないんで、いきなり術語から始まってるんで、さっぱり意味不明なんですよね。アホです。ということで。いや、メイリー、まずいなぁ。これ俺飲めねえな、これ普通に。まずい。もう単純にこれ端的にもうまずい。これ自体はもうまずいんで、これ。これはちょっとあれだな。いや、もう飲めねえよ。ギリギリぐらいまで入れて。こっちはね。よし。で、一応、まあ、ただの中国のデマだと思うんですけどね。まあそういった生き返ったりしたとかっていう可能性が、まあ俺は否定してるんですが、まあ一応、それプラス、その、それプラスですね、気化する。まあアルコール度数、47% ですから、当然気化するわけで、ここを完璧に、ガム手で、塞ぎます。水気を取って。ガム手で塞ぎましょう。そうだなぁ。10万再生いったら、そうっすね。とりあえずマムシのかば焼きが食いたい。俺は。今のところ。マムシのかば焼き食いたいっすね。というか、普通にヘビのかば焼きでもいいんですけど、いや、串焼きでもいいんだけどさ、食ったことねえからさ、カメゴロさんみたいに、食べてみたいっすよね。死ぬまでに一遍ぐらい、ねえ、食べたくないっすか。完全に。食いたいっすなぁ。だから郷土料理で、だからマムシが食われてるっていうのを、ね。ググると出てくるんで、やっぱそこは、しっかり食っときたいなぁと思います。しっかりとこれ密閉します。最低でも1年は寝かせないと食えません。飲めませんので。ね。で、今日の日付。今日の日付は、2019年の10月の17日。ただいま、お昼の、11時16分です。あ、ごめん、ミスった。今ちょっと落としちゃって。趣味テクと、落としちゃって、録画ストップしちゃいました。2019の10月の
17と。まあ、いいか。それだけでいいね。あ、また空気出しましたね。そうだな。やっぱ酒を飲みながら、ね、マムシの、串焼きとかね、食いてっすわ。マジで。マジで食いてっすわ。で、クソ出し期間がだいたい2ヶ月ぐらいですかね。一応、2ヶ月。2ヶ月。クソ。出し。ちょっと。2ヶ月クソ出しと。それでは、皆さん。また、1年後。お会いしましょう。バイビー。